宇都宮タワー展望台から見た、宇都宮市外画像中央にうっすらと見えるのは、筑波山島町部の平井張と、航空障害島宇都宮タワーは、栃木県宇都宮市花輪田五丁目の、八幡山公園内に所在する、電波塔である。宇都宮市公園条例に基づく、正式名称は、八幡山公園展望塔。八幡山公園展望塔タワーの高さは89メートルだが、 標高158メートル地点に立地しているので合わせると247メートルになる。天候台は30メートルの位置にある。宇都宮市内は1970年代まで東京タワーから送り出されるテレビ放送の電波を直接受信していた。しかし1982年に東北新幹線が開業することになり、それにより、 市内で大規模な受信障害が発生する懸念があった。そのため、これを解消するために中継局が設置されることとなり1980年に落成した。1999年、国内で最後発の県域民放テレビ局であると、地議テレビが開局するにあたってこのタワーを親局として利用した。また、2011年の地上デジタル完全移行をめどに、 NHK 宇都宮局の総合テレビの県域放送課が検討され、2012年4月1日より開始された。2011年の東日本大震災を耐え、春工以来耐震工事が行われることはなかったが、2020年10月より耐震補強工事が実施されることになった。当初は年末に工事を終え、1月上旬に展望室を営業再開する予定であったが、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令により休業が続行され、2021年2月23日に営業を再開した全局2011年7月24日廃止歴史。ありがとうございます。